MC 派遣社員です。で今日はね MRJ12 月27日に、サーカス東京渋谷で行われます MRJ ジェネレーションダービーの第1回ということで、今回は00世代によるトーナメントを行うんですけど、今日本日はそのくじ引きをしていただきたいと思います。くじ引きを、手伝ってくれるアシスタントはズキコです。よろしくお願いします。めっちゃ混ぜるやん。いや、混ぜてるじゃないから。はい。でれん。ポン。MC 鋼です。鋼。あ、ゼロゼロ世代なんですね、鋼くんって。鋼は選手権何回に出てたかな。1。仙台。そうだね。鋼はね、ヘッツからのね、期待がすごい大きい MC の一人だと思うんだよね。あの、選手権って毎回、例えば俺らの世代に近かったら、わ、なんでガードマン選手権出ないんだよみたいな、あーなんでエネミー出ないんだよ、どうしてこいつらが落ちるんだよみたいな、ナインフォーも最後の最後まで出れなかったから、なんでナインフォー落ちるんだよみたいな、まあ、あの辺の世代とか言われてた MC いるんだけど、鋼って結構ね落ちるたんびにそれ言われちゃってる子だ、言われてる期待が大きい子だと思うんだよね。まあもちろんそれはオーディションの日の調子だったり、でもやっぱヘッツの期待ってのはすごい大きい MC の一人だと思うんだよね。やっぱかっこいいね、鋼のラップは顔かっこいいしね、そもそもかっこいいですね。かっこいい、大分だっけ、大分だよね。シグトゥーなの、なんか後輩みたいな感じで、シグトゥーナとなんか俺はセットで知ってるみたいな感じなんだけど、シグトゥーナが1周年終わった後に、ケン君マジで鋼のラップマジかっこいいんで読んじゃって、なんていうの方言で読んでやってくださいみたいな、かっこいいラップやっちょるんでみたいな言うから、じゃあ動画見せてもらったら、ライブ動画もかっこよかったし、まあそのね一戦で結構向こうではやってんじゃないかな、00世代ながらって感じなんですけど、まあね攻撃力高いよね。あ、そうなんですね。あ、ラップとしては鋼の相手を決めていきたいと思いますよ。はい。鋼の相手はこいつだ。バン、カイトーン。2016 UMB 沖縄代表。カイトーンはそうなんですよね、2016年の時に沖縄で UMB の最年少代表っていうの、今までで一番若い、印象どうですか、カイトーン君。なんか面白い、多分ユーモアな感じのイメージ。まあバイブスもあるしね、カイトーンはね、なんか魂込めてる感じだね、ラップ。ラップ好きっていうの伝わってくるよね。ルードルアルファ、レオクマ、ジェイミンのてっちゃんとかもいるけど、まあ来て、まあカイトーンとかがそこの血をね、どれだけ出せるかみたいなとこになるんじゃないですかね。沖縄魂を。沖縄って1日27時間あるらしいよ、人の流れがゆっくりだから、27時間あるらしいから。あ、だからみんなの優しい性格。そう、だからもしかしたらカイトーン、もしかしたら8小節をね16小節に感じさせる力を持ってくるかもしれない。すげえ。でそれは早くラップしなきゃダメ。逆か。4小節に見せるみたいな。それはでも早く感じてる。うん。というわけでね、カイトーンですよ。鋼対カイトーン。へへ。というわけでね、次の試合。ででん、ハイホーム。おお。耳から直通、鼓膜を揺らせないお前のヒップホップ、ファミリーのフットスタスーパー。あ、タイムホームくんは今年の4月、はい、3月ぐらいからラップ始めたってこの前聞いたんですけど。あ、じゃあまだ9ヶ月なんだけど、そう。高速でめちゃくちゃ上手くなった。凱旋の予選ですね。怨念が司会やりながら俺の方振り返ってきて。うまくないって言ってたね。いやもうほんとうまかった。それぐらい衝撃、初めて見た時の衝撃あって。おしゃれですしね、レックスアドバンス。まあ俺は準決勝でタイフォームに負けたんですけど、俺は負けたと思ってないかな、タイフォーム。まあその後2 on 2で、そうっす。いや普通に やり返し、普通に負けます。あ、やり返しない。いや2 on 2とかは入らないです。あれは怨念ジャップが勝っただけです。ああ、そうなんですね。そうっす。アロンアルファで、アロンアルファで。凱旋ワンシェからアドバンスに参戦、俺たちのスキルもまあまあヤバくね、エンターテインメントではまるでガードマンチャンネル、二人の口ふさぐアロンアルファで。よう、そして一気にこっちに飛び位置、適当に遊んでる。よ、適当に遊んでる。よ、明るいかけためのサングラス、さっき吸ってきたのはサングラス。タイフォームくん、じゃあの相手を決めましょう。タイフォームの相手、デデン、
変スパイラル。おーおーすげえ。まだ上映が行かれたトラック流すから俺もまた適当回すよ。ゴルゴンダース適当挨拶代わりバースいい感覚。お前のライブどこでやってたの。あごめん俺は見てなかったよ。俺はライブかましたいのに全部ハケン君のせいでできなかったよ。どうすかスパイラル。茨城の茨城のね、うん、バトンのグラちゃんとかもともとね茨城予選の方を取ってて、うん、ザ・茨城代表って感じなんじゃないかな、うん、この世代だったら、うん、どうスパイラル小山さんとかとも曲やったり、そう曲やってて小山さんが声かけてるらしいから、ね、スパイラルやろうよってスパイラルのラップどうすか。いやめっちゃ好きですよスパイラル君のラップ、うん、めっちゃかっこいいしうまいうまいよね、うん、この間の MRJ フライデー8とやってる試合でお前はサイファーでわ作って俺はマイメンと握手してわ作ってっていう。こいつは神奈川で頑張ってサイファーわ作って俺はマイメンと握手するでわ作って俺はマイメン遊び方が知らねえ。あのラインとかやばみたいな、うん、ワードセンスがかっこいいいいですね。スパイラル対タイフォームスけどどうすかブンバップ対決。あそう2オン2で組んでる。あーそうですねアドバンス2オン2 2オン2で告白したグマさん俺のバースでしっかりプロバスお前ら何言うポーションセーフだなあインフムの下に見ねえバディゴンでフロムクソタレジャパニーさんよ日本語言葉ではめてこうよワンバス聞きゃ分かるクソだせーの心は好きまっさい気取って絶対キルウェイにインフムプロジェクトこっちとら四五枚目のコレクションあお前のラップコンビネーションバカなジャパニーズ使った言語それでフラストレーション無理だって生かしたビスの上だせーのイエロー好きに味が出る確かにこいつらだせーよ DJ まずうまく回せたんせーも確かにこいつはケツの方踏むよでもできなかったベスト4出場デレンボンロコフランキスベイビー一時でもゼロブスライってキャラ濃いよな濃いっすねでもロコは顔かっこいいんだよなちゃんとかっこいいんだよなやっていいさ顔っていう確かにやっていい服装だしザイケメンみたいなまあラップも純粋に上手いしねあと曲がかっこいいうーん、まあ、普通にもうなんかこういう言い方すんのはあれだけど選手権終わった後に曲聴いてみたら予想をはるかに上回るというかまあチェックしてみようかなって思うだけの気持ちはもちろんあったしラップうまかったからなんかキャラが濃すぎてラップのあれがそういいんじゃない売り出し方としてはまずキャラみたいな東京でねロコ見れるの初めてじゃないそうですね多分全然知らないけど東京で初めてのバトルじゃないロコっすねロコの相手決めましょうよじゃあデレンデレンチャーシューこれは熱いチャーシューチャーシューみんな知ってっかみんなで行きたい南国ビーチ飲酒運転でランボルギーニ全員死ねっていう問題のやつけど何も出てこもへんけどお前と行きたいで南国ビーチ飲酒運転でお前ら全員死ねまあガードマンチャンネルの方とかああそうですねジョーのマネージャーやってんじゃなかったけど概要欄に書いてあるか言っていいんだけど結構あれですねジョー君のミュージックビデオとかにも出てくるですねチャーシューねまあなんかチャーシューはこ もうエンターテインメントって感じだってかまあ MRJ っぽいなと思って呼ばせていただいたんですけどいや多分面白いと思うよロコとやったらなんかキャラのぶつかり合いみたいななんかヒップホップってまあなんかスキルだけで判断しろみたいなよくあるけど、うん、まあそれもわかるけどまあキャラ込みでみたいなとこもあるじゃん、ね、だってそういうのがさ、ね、なんか生き様だったりさうそういうとこなんじゃないかなって思うからというわけでねロコ対チャーシューですよ面白いはい12月27日、MRJ ジェネレーションダービー、渋谷サーカス東京にて00世代編やりますぜひあのチケット概要欄から買ってくださいお願いしますI'm a kiss. Just
るだろう。